近藤健介、打率点234、もう用語無理やろ。ち7億7年。予想できたよね。普通にヤバいな。これもう劣化格中やろ。7年。田中正義の人的故障だしこんなもんやろ。ハムと違ってピッチャーが本気で投げてくるから仕方ない。今まで頑張ってきたから年金みたいなもんよ。史上最低の7億プレイヤー。そもそも7億プレイヤーって過去にどれくらいいたっけ。歴代でも他にマークソ、菅野、ベタジーにしかいないらしい。ヒット1本で1000万円くらい。悪くはないんだけどコスパ考えるとなってところから普通に悪いところまで落ちてきたな。田中正義失っただけで近藤獲得できたんだからコスパ最強だろ。まあもう1.5あるんだけどないかに打率が無価値な数字かわかる。有原より活躍してるからセーフ。金をドブに落としたのは松坂以来か。有原、未明の時以来やな。田中正義とのトレードだからセーフ。言うても田中正義も抑え2回失敗してるし10日のトレードやろ。価格が20倍くらい違うのですが。田中正義の年俸1200万円、近藤年俸7億、58.3 倍違うやないか嘘つき。スタメン3番確定で使わんといけんのが辛いわ。近藤がダメでもミネイがいますから、これもうトレードだろ。試合に勝つからいいの、いいの。まあ丸みたいに長く活躍するだろうし。打率はともかく三振増えまくってんのはなんなんや。テラスやからホームラン狙ってんのかな。いいトレードやったな。人的故障にしてはようやっとる。結局2億程度の価値しかなかったな。三振も多いし別人じゃないの。何年か前にも強打増やそうとして失敗した時期あったんだよな。まあそのうち打ち出すと思うで。ハム時代はあんなに打ってたのに。ハム時代は基本他がダメすぎて勝手に避けられてただけやったな。